こんにちは。はい、こんにちは。はい、本日のゲストは安岡弘武先生です。いらっしゃいませ。こんにちは。ようこそ会館まで。そうでした、いらっしゃいませではなくて私がいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、いえいえ、とんでもないです。すごいですね。昨日、東京に行くのでもしよろしければインタビューさせてくださいと言ったら、いのいちにご連絡をいただきまして、それどころか国会のツアーもご用意していただいて、私息子がここにいるんですけど、息子と一緒に今国会を見せていただきました。もう感動いたしました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそよかったです。子供にこそね、ぜひ国会見学していただいて、成人少しでも将来ね興味持っていただければいいなと思っているので、よかったよかったです。本当にこういうふうに何か鹿児島で応援している方々のご面会とか、はい、そういったツアーの申し込みとか結構あるものですか？はい、そんなに大人数で国会見学って今多分コロナの最中なので、なかなかできないんですけど、はい、どれくらいかな、5人とか多分6人ぐらいまででしたら、結構頻繁にうちの事務所のスタッフを含めて対応してるんじゃないかなと思います。なるほどですね。本当に、水本さんにもう全部細かく説明をいただいて、本当に勉強になりました。本当はね、僕が一緒に回ればよかったんですけど、今日はごめんなさい、なかなかそういう時間が取れなくて、もうだいぶ前にはなるんですけど、はい、衆議院議員選挙、はい、去年の10月11月でしたっけ、はい、に、会って初当選をされた時の前に、はい、インタビューさせていただいて、もう今更ではあるんですけど、もう1年議員をほぼされていて、ね、はい、今はもう慣れられましたっていうのも変なんですけど、うん、国会議員としてのお仕事、もうバリバリ取り組まれている感じですか？それともやっぱり奥が深くて、勉強をしながらっていうような感じですか？一期生というと。ですね、まず長丁場の国会というのを、はい、今年の1月から、参議院選挙の始まる直前の6月半ばまで150日間、これが私にとっての初めての長丁場の国会なんです。で、これを今一通り、経験させていただいてというか、無事終えさせていただいて、おかげさまで。で、こんな風に回っていくのかなというのが、振り返ってみて、理解ができたというような状況です。まだもう2クール3クールぐらいやると、なんとなく流れがより鮮明に自分の中に入ってくるんでしょうけど、とりあえず今回はその150日の中で、さまざまな経験をさせていただいて、その、反省をこの、休会中にして、秋からのまた国会 に臨もうと、そういうような状況です。なるほどですね。国会をテレビで中継で見る会場も見せていただいたんですけど、はいはい、あそこのなんか前の方から、どうした？トイレ？大丈夫？ちょっと待って。いいよいいよ。どうしたの？聞いてるの。聞いてるのね。OKOK。国会の会場を見せていただきましたけど、前の方からこう新人議員が並ばれて、で後ろに行くほどベテランになるとこういうことを伺ったんですけど、そうですそうです。今は、安岡さんは一番前。あれ議長席を目の前にして前にすると、だいたい右半分と左半分とで、与党野党に大体分かれるんですね。あ、そうなんですか。厳密に言えば公明党さんが右の方に入ったりするんですけど、だいたいその半分のところで、自民党が分かれていて、今ねほぼ半分よりもちょっとこっち多いのかな、自民党が。なるほど。自民党じゃまとまるようになってるわけですね。なってます、なってます。であとは奇数順に、前から上に上がっていく。もちろん若干その国対の委員とか、大臣とかそういうので奇数関係なくそのまとめよう
ってしてるところはあるんですけど、まあ、基本はそんな感じです。なるほどですね。素人目から見ると、まあ、議員の大事な仕事というのはあの国会の中で質問を読み上げると討論するというのがイメージとしてあるんですけど、安岡先生はもうそういう質問っていうのに立たれてっていう機会は、ですね、あの国会での質問というのはありません、まだ、うん、その国会、まずですね、法案というのが最終的に、国会に上がってきます。そこで、与野党全員で多数決を取って、賛成か反対か決めるんですね、うん、でその前に、法案を委員会という、例えば縦割りで総務委員会だったら総務省関係の法案は総務委員会 で、うん、で農林水産省関係の農林水産委員会 で文部科学関係だったら文部科学委員会でっていう、それぞれの委員会ごとに法案を審議して、そこにも与野党あの議員がいて審議をして、そこで、上がったものを最終的に国会で、法案として成立させるかどうかというようなことをするのが、まあ大きな流れなんですね、うん、で僕はその委員会での質問をさせていただきました。なるほど。委員会の会場の中でですね。そうですそうです、安岡先生は委員会としてはどこを委員会所属だよとか何か決まりがあるんですか？私は総務委員会と農林水産委員会と、うん、地方創生に関する特別委員会、消費者問題に関する特別委員会、うん、でそれと国会対策委員会っていう、鹿児島国体の国体じゃなくて、国会対策の国体委員っていうのになってます、うん、なるほど。皆さん5個の委員会に所属するとかそんな感じでもなく、大体新人はまあ、3つぐらいなんですけど、常任の常設の委員会と、まあ、常設じゃないあの委員会があって、まあ、常設というのはそのあのさっき今申し上げた、縦割り行政 の、うん、その総務省だったら総務委員会とか、うん、農林水産省だったら農林水産省、これが常設なんですけど、それをまたがるような、例えば、地方創生とかまたがるので、うん、特別委員会、あとはさっきの消費者も特別委員会、うん、なるほど。ということは、まあ、1年生だから比較的ベテランの人よりは多くの委員会に所属して勉強しなさいというような意味合いが、それはどこが決めるんですか？こう岸田総理とか自民党として、安岡君ここ1年生だからこことこことこ総務とか勉強してた方がいいから入りなさいというような、こう命が下るわけですか？うん、大きな括りで言ったら自民党ですね、うん、で、まあ、具体的にどこがって言ったら国対が決めますね、おそらく、うん、で国対の中であのじゃあどこに二度の議員を割り振ろうというのは決めていくんじゃないかなと、うん、いうふうに理解してます。なるほど。もしかしたら違ったらごめんなさい。いえいえ大丈夫です大丈夫です。以前インタビューした時ってまだ議員になる前というところで、はい、例えば社会課題として学校のこうプールの整備にこんなにお金がかかるんだとかっていうのを上野さん知ってましたみたいな、えそれかかりすぎでしょうとかっていうこう話とかあったんですね、はいはい、今国会議員になられて実際にこうお仕事としてしていくという中で、今僕がこれを今一番あの取り組んでるみたいな、ちょっと取り組んでる具体的なこう活動だとか案件っていうのをあられたりしますか？まず先ほど あのインタビュー、まあ、前回の、こういう、まあ、対談でのインタビューの時にお話ししたことというのは、はい、あの文科省にも確認しましたし、はい、財務省にも確認して、僕が思い描いていることが、うん、この今の状況でできるかって言われたらできないんだねっていうことがまずは一つ分かりました。お、まあ、これはねさあのの話の流れの中で、うん、まあ、別にこれが一番したいということではなくて、で、うん、まあ、なぜできないのかも、理解ができるというか、いう理屈は分かるし、うん、で財務省の方も、若手はあそんな風にできたらいいよねっていう風にはおっしゃるんだけども、うん、現実、うん、多分学校が自由に使えるお金っていうのはなかなか、うん、難しいよね。まあ文科省としては、別にその全ての小学校にプールは設置基準にはなってないと、う
別にだからなくても構わないんだというのは言ってました。なるほどですね。だからね、僕のイメージしてるようなその税金の使い道というか予算の消化の仕方っていうのはなかなか現状では、まあ、もちろん難しいと思ってましたけど、うん、まあ、こんな話を、こんな話っていうのはこの間あのお話ししたような話を今でも僕はもう愚直に、馬鹿にされようが何されようがこんな風だったらいいよねっていう話はずっとしてるんですね。どっかでかそういう感覚が分かってもらえたらありがたいなと思って、それはずっとしてます。すぐすぐできることじゃないと思ってる。で今、まあ、あの先ほどの、上野さんの、ご質問に、まあ、ストレートにお答えをすると、やっぱり鹿児島の僕地方創生、これが一番したいので、はい、なるほど、7年間ぐらいこれ目いっぱいあの自分の力を使いたいので、でそのためには別に僕縦割りの総務族になりたいですとか農林水産族になりたい、何々族になりたいっていうのはほぼないんですね。地方創生がしたいから、なるほど、一番は。でそう考えるときに一番鹿児島の地方創生に大事なのはやっぱり鹿児島でお金が落ちること、鹿児島に来てもらって、もしくは鹿児島のものを買ってもらって、鹿児島にお金が落ちること、イコール仕事がある、で人が残ってくれる、活気が出る、だからとにかくここが一番だと思ってるんですね。少子化問題、少子化問題とかは国全体で見ることと地方ですること、まあ、もうちょっと分けて、考えればいいなとは思うんですけど、まあ、これはちょっと横に置いといて、まず胃の一番にしなきゃいけないのはとにかくそういうお金を鹿児島に落としてもらうこと、でこれ何が一番大事かって言ったら、まあ、大事と一番可能性があるかなと思ったらやっぱり農林水産業なんですよね。農林水産業プラス環境とか、まあ、その文化歴史的な背景も含めて何か形があった、あの農林水産業、これが多分一番可能性があるだろうなと思っていて、でまた一番ここが今ご苦労されているところでもあるので、このまあ 農林水産業に関わる方々の、どうやって収入を、上げていけるかなと、一緒になってでそれができるかなと、後押しができるかなというか、サポートができるかなっていうのが僕の今の一番の問題意識、課題認識ですね。なるほどですね。じゃあ農林水産鹿児島といえばというところで言うと、ちょっと前の参議院議員選挙、自民党の野村哲郎先生、もう圧勝という名にふさわしい、なんか絵に描いたような圧勝でしたね。私はそうでもないと思ってるんですけどね。そうなんですか。圧勝という、もちろんあの1票でも勝利は勝利なので、選挙は1票でも勝ちは勝ちなんで、とにかく1票でも多くいっていただくということに関して言えば、まあ、非常にありがたい勝利だったと思います。ただ、もちろん野村先生が、他に差をつけて勝ち上がったということは非常に心強いし、また皆様の民意いただいたというふうに思うんですが、一方で、乱立しましたよね、候補者が、はい、それ全部足したら負けるんですよね、票数で言えばね、はいはい、でそう考えたときに、そんなに自分たちは、あの勝利の上にあぐらをかいて、いるわけにはいかないよねと。なるほど、まあ、謙虚に、真摯に向き合わなきゃいけないよねと。鹿児島の課題なり、まあ、暮らしなり、皆さんの暮らし向きなり。なるほどですね。野党が一本化していたならば、もしかしたら分かんなかったかもしれないと、こういう、もっと厳しい選挙になったと思いますよ。なるほどですね。じゃあ、まあ、それは日本全国そうだと思うんですけど、鹿児島も一本化してたらどうなったか、まあ、どうなったかというか、勝ちはしたかもしれませんけどね、それでも厳しい選挙には間違いないと思いますね、今よりは。なるほどですね。まあ、皆さん政治家の方は選挙はもう厳しいんだ厳しいんだというのは言われるんですけど、今回、まあ、衆議院なので参議院の話をあれ聞くのもおかしな話ではあるんですけど、ちょっと特別だなと思ったのは、本当に全国的になんか新党みたいなのもできたりとかして、すごく乱立をしたと、で一時的には今回自民党がなんか圧勝みたいに見えて、いるところがあるんですけど、先ほど言ったみたいにあぐらをかかない、かけないというところは今一時的には票が分かれたけれども、そういったところがこうどんどんこう台頭してきたら安泰とも言えないのかなとか、
そういったところはなんかちょっと風向きが変わった選挙とも言えるんですかね。今回は自民党の圧勝の裏は間違いなく野党が一本化できなかったことだと僕は思ってます、うん、全国的に、うんうんうん、で一方自民党は、得票率で言ったら若干減らしてるんですよ。今回の選挙 1% ぐらい確か減らしてんじゃないかな、 1% もうちょっと減らしてるのかな、1、うん、で、そのまあ、現れが比例がそうですよ、ね、今まで19、まあ、3年前19議席いただいたのが今回18しか、うんうん、入れなかったという結果も出てますし、うん、やっぱり全国の選挙区で、勝ってきた人が多いから63という参議院の、まあ、自民党の数字になっていると思うので、まあ、そこは本当に、野党が一本化できなかった、もしくは一本化させなかった、うん、というところが大きいのかなと思います、ね、ね、そう鹿児島で言いますと園田先生だとか、宇都さんだとかっていうのが、はい、まあ、落ちてしまったりとかっていう自民党としてもですね、見たいですよ、8から6に減るのは、うん、なるほどですね、うん、となるとこの参議院と違うところというか衆議院の選挙っていうのはいつあるかわからない、そうですね、っていうのところなわけですよね、うんうん、その鹿児島を盛り上げたい、鹿児島にお金をどうやって落とすかということにすごく思い入れを持たれている安岡先生としては、こう次の選挙っていうのは、うん、いやまだまだ今受かったばっかりで、まあ、考えてないとは言わないでしょうけど、どういうお考えですか。もういつあるかわからないというところでもう準備万端してますよとこういうところなのか、もう日々の先ほど言われたようなこう、議員活動っていうのが結果選挙にこうつながるわけなので、そういういつ解散があっていつ選挙になるとか、そういったのは私が衆議院の議員であったら、もういつ解散されるいつまた選挙あるのかというのはこう気が気でならなくなりそうな気もするんですけど、どういったお心持ちなんですかね。うん、まず、僕は選挙活動と、なんていうかな、政治家としてここで仕事をしっかりしていくことの結果がイコール、選挙の結果につながるとは全く思ってません。全く思ってない。イコールではない。なるほど。影響はありますよ。うんうん。もちろん仕事は真面目にやんなくちゃいけないけども、でもちゃんと選挙運動もしないと、うんうん、選挙には勝てない、そんな甘いもんじゃないというところですよね、はいはい、で今はもちろん私こっちで目いっぱいやるべきことはやってると思うし、まあ、日々反省しながら、まあ、日々というかある程度の、少なくても 4,5 ヶ月ぐらいのクールで、反省をして、じゃあ次に修正して次どうしようかっていう、まあ、6ヶ月単位ぐらいでは半年単位ぐらいでは、まあ、修正しながら、まあ、していこうと思って今実際そうやってしてはいるんですけど、もちろんそれは大事なことです。せっかく通していただいたからには、鹿児島の皆さんや鹿児島、まあ、市民の皆さんも含めて、ご恩返しを仕事でするっていうのはもちろん当たり前だと思うし、うん、国会議員としての、うん、鹿児島に直接そこまで関係ないけどもっていう仕事もやっぱりやったりするから、そこはもうそれは大事なことなんですけど、でもそれとはまた違う視点で選挙のことっていうのは常に考えなければいけないのが政治家だろうなとは思いますね。なるほど。まあ、そういった点で言えば、うん、今さっき準備万端で、っていうふうにおっしゃいましたけども、僕なんか何にも準備できてないし、それこそ選挙区も、次はどうなるかわからないしっていう状況の中で、まずは自分が出る選挙区しっかり、まあ、決めてというか、きちんと、うん、定めてもらって、進めるというのも大事だろうなと思ってます。まさにそのところだったんです。回りくどく話したんですが、やはりですね、視聴者の方のコメントで安岡さんは今度どこから出るんだろうと、いうようなこう質問とかも実際あってですね、どうなんだろうなっていうところを聞きたかったりもするんですね。ありがとうございます。ですね、まず今それをどこというここで申し上げるのは時期尚早かなと思います、
しかるべき時にしかるべきところできちんとお話をするということが、まあ、私にとっては大事なのかなと、うん、また皆さんにとっても今まで応援していただいた皆さんにとってもそうですし、あの気にさせている皆さんにとっても、まあ、それはしかるべき時しかるべきタイミングしかるべき場所でするということに尽きるかなと思って、ただ言えることは、あの今回私は比例で上がったんですね、はい、で、参議院の比例とあの衆議院の比例は全くもって違っていて、ほう、参議院の比例は全国比例で名前を書いていただく選挙なんです、うん、全国で例えば私が参議院の選挙に出たら、比例区の選挙に出たら安岡弘武っていう名前を全国の人にどれだけ多く変えてもらえたかって当選が決まります、投票が決まります。でも衆議院の選挙の比例、純粋比例っていうのは比例長区の人たちの上に来るか下に来るかで行き来が決まってくるんですね、うん、で、今回私は比例の順位自民党で2位でした、はい、これは前々回の選挙の結果を踏まえて、安岡さんを上に上げることによって宮地さんを安岡さんの支援者も応援するだろうから、うん、相乗効果で安岡さんを上に上げて、今回は安岡を応援する人たちは何が何でも国政に上げたいというふうに思っている人たちのまず思いをしっかり自民党が受け止めていただいた上で、うん、じゃあ宮地さんの応援も一丸となって自民党として やろうねという環境を作っていただいたんですね、うん、でこれって僕は2位になって、うん、よかったねよかったね、もう選挙もしなくて政治がないとよかったねっていう方もいらっしゃるんですけど、言われます？とんでもないですね。なるほど、とんでもない。これって今回たまたま上に行ったからいいけども、下だったらじゃあどうするのっていう、うんうんうん、これ別に僕が比例に出るときに上が決まったわけじゃないんです、うん、めちゃくちゃ僕も論陣張って県連 のなんか先生方、森山先生含め説得して協力もいただいて、でそこの順位に最終的には岸田総理にはじめ、うん、党4役の中で私の順位決めていったんですけども、で、まあ、これって僕がねいくら頑張っても最終的に選挙区だったらどんな厳しい選挙でも 1% でも自分が頑張れば勝てるか勝てないかっていう、うん、そういう自分の政治生命生き死にを自分で握れるんですけど、うんうん、比例の場合は上に来るか下に来るか、うん、それを決める人によって、うん、僕の政治生命は握られちゃうんですよ。そうですね、生き死にをね、自分の生き死にを、うん、上野さん人が握るってありえますか、自分の人生で。怖いですよね。でしょ、怖いです。同じなんですよ、政治家もそうなんです。なるほど。だから次は何が何でも選挙区から出るというところだけは間違いないです、うん、なるほど。そう、次も比例でいいなんてことは1ミリも思わない。なるほどですね。でもっと言えば、私たち一番最初に新人議員は国会対策委員長、まあ、ずっと森山先生が長く歴代最長されてた、うん、まあ、そのポジションが1年生議員のなんていうか指導役のトップみたいな感じなんですね。いや、国体というところに全部1年生議員は所属を委員として うん、することになっていて、そのトップの国体委員長がさまざまなことを訓示をしたり指導するんです、うん、でその国体委員長が一番最初に集めたその場でおっしゃったのが、1年生の皆さん、当選おめでとうございます、高木先生って言うんですけどね、皆さんの1回生の仕事は2回生になることです、2回生の仕事は3回生になることです。なるほど。そこからが本当の国政での仕事がスタートするというふうに思ってください、うん、っていうスピーチをされたの。そしたら皆さん周りの副委員長とか全員うんうんってうなずいてた、うんうん、ってことはその時にそうなんだろうなと、もう10ヶ月ぐらい前の話ですけど、そうなんだろうなというふうに私は思って、うん、まあ、今10ヶ月経って間違いなくそうだよなというふうに思います。でそれをするためにさっき言った誰かに自分の命を握られてるなんてないでしょ、やろうと続けようと思うんだったらないでしょ、そうですね、そういうことです。で多分この気持ちが
まあその1年前に宮地さんと私どっちがより鮮明だったかって言ったら、まあ、宮地さんの方がより鮮明だったんだろうなと今はそれを反省をしてますけどね。なるほど。今ぐらいのことが分かってれば、うん、あの時どういう決断したか分かりませんが。なるほど、面白いですね。面白いって言っていいのかどうか分かんないですけど、なるほどですね。ということは、まあ、一句なのか二句なのか、そういう句はどこから出るかは分からないけれども、比例ではなく選挙区から出ようかなと、うん、もうちょっと正確に言うと、はい、うん、今の心情をね正確にお伝えすると、はい、一句への思いっていうのは、うん、一ミリも僕は変わらない。なるほど。ただし、自民党としてこれからやっていこうと、うん、自民党所属の議員としてやっていこうというのであれば党の考えもあるでしょうし、うん、市民の皆さんのまた有権者の皆さんのも考えもあるでしょうし、うん、そういったことを、しっかり判断しながら、まあ、自分の進んでいく道を決めると、うん、なるほど、いうことかなと思います。なるほどですね。しかるべき時に、しかるべきところで、うん、きちんと、分かりました、はい、うん、お話はしたいというふうに思います、うん、まずは、まあ、それもそれで大事だし、うんうん、そのために今僕がしていかなければいけない政策面のこともしっかりやっていくと、はい、うん、そうですね、分かりました。今は、もう、安岡先生の個人的な話になりますと、うん、やはり衆議院議員の先生っていうのは近畿からいでしたっけ、はいはい、金曜日に、東京を立って地元に帰ると、はい、っていうような生活になられるんですか。そうですね、ね、私は大体ね、はい、週ちょっと待ってくださいね、はい、今ですね、はい、どういった生活にこれなられてるんですか。ちょっと待って、7月の16もうびっしりと予定が16、16、17は鹿児島にいたと。あ、面白い。鹿児島にいて、18も鹿児島にいて、19は上がったんだね。19は上がって、23、はい。奄美新聞ですか？はい。うんうん、じゃあちょっともう終わりましょう。あ、大丈夫です。じゃあちょっとこれもちろんストップしてもらっていい？はい、すぐ行ってきますね。はいはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。まだ説明されてますか？あ、じゃあおかけ、ちょっと取材が終わったらもう一度戻ってきます。すいません、すいません、もうすぐ終わりますんでごめんなさい。あ、ごめんなさい。いや、いいんですよ、いいんですよ、ごめんなさい、ちょっと段取りが悪くて、ね、何がしたかったかというと、これは鹿児島の日を印鑑をしていくような。そう、30、31でしょ、30、31、これ多分後ろが1月。なるほど。8月が、うん、結構鹿児島行かれてますね。ね、結構行ってるでしょ。行ってるんですよ。やっぱり鹿児島、多分今2ヶ月分ぐらいはね、この、休会中に貯金ができるんじゃないかなとは思う。これほぼ1日行けてるのがこれですからね。ちょっとしか行ってないのは入ってないです。半日以上少なくても行ってるのがこの印鑑がついてるところ。なるほど。その何ですかね、近畿からいとよく言われる形と比べたらだいぶ鹿児島寄りですね。そうそうそう。これちなみに東京にいるの方が少ない。これはやっぱり参議院1月のこの辺どっかね、この辺ぐらいから多分スタートしたのかな、国会。ここら辺ちょっと見せてもいいんですか？いいですよ、ですよ。こんな感じでもうほぼ鹿児島に入っていたと。それこそ前回インタビューこそしてないんですけど、お会いしたのが岩重彩さん県議の当選の事務所で
あの安岡先生とお会いしたんですよ。はい、そういう参議院選挙とか大島県議選とかの応援とか、はい、そういったのも増えてる理由だったりもするんですかね。あ、そうですね、参議院選挙の期間中はもちろんずっとそこに、まあ、大体こんな感じですか。2月でしょ、でも3月、4月、やっぱり相当その週末だけじゃないですね。そう、国会がお休みの時には6月かで、これが7月、まあ、7月は そこからもずっとお休みだったんでほとんどで、6月がどれだ、6月がそうそう15日までが国会で、そこんな感じです。なるほどですね。これはあの、うん、ご家族としても、はい、ちょっといいことですよね。そうですね、お子さんにやっぱ会えないとかってなると、あ、もちろんもちろんそれは、うん、あの、あります。ただやっぱりコロナがあったり、3月 の中下旬なんか息子がコロナにかかって、うん、僕戻ってもあのホテル住まいだったりとかで、今週もそうだったんですよね、ホテル住まいで。で、まあ、そういうのもあるし、あとは、基本地元って言っても鹿児島なので、この中に島も入ってます。そうか、そうか、奄美とかそういう島も入ってるんで、だからそうね、3分の1ぐらいは島かな、3分の1まではなんか4分の1ぐらいは島かもしれませんね。あ、なるほど、ね、そうなんですね。やっぱりこう、大島高校だとか、奄美関係のなんかこうものも多いですもんね。そうそう、鹿児島と奄美と両方、ね、鹿児島県ですからね。屋久島、種子島もそうですし、豊島三島もそうですけども、うん、そうだから離島のことはしっかりやりたいなと思ってます。なるほど。じゃあ奄美に行くにも一回鹿児島は経由する、でも空港だけですか、経由もしなくても行けます。そうですね、まあまあ鹿児島に降りて鹿児島で活動して奄美に行く時もあれば、そのまま経由して奄美に行くこともありますし、うん、東京から直接奄美は今のところないですね。こんだけ行ってても多分ないかな、うん、奄美から東京に戻ることはあるんですけど、うん、東京から奄美直行はないですね。ないですよ、ね、今のところないですね。私はないな、うん、この1年ぐらいやってるともないですね。ということは、まあ、かなり鹿児島にいい重きを置いたやっぱり活動をされていて、今もちょうどちょっと、なんか鹿児島からの来客の方が、そうですね、はい、陳情団が、陳情っていうんですかね。そうですね、陳情団が、はい、私1回でも、多分安岡さんかどうかは分かんないですけど、はい、1回で、秘書の方をお待ちしている時にも、うん、薩摩蒸気屋の袋を持った方が待ってたりと か鹿児島の方って結構、あ、すみません大丈夫だと思います、うん、鹿児島の方が、で結構陳情とか来る率が高いんですかね。そんなことはないですか、ね、あ、もちろんもちろん陳情にも見えますよ。あの、うん、要望事項をまとめて、うんうん、河川の改修だったり、道路の整備だったり、うん、まあ、そういうのが頻繁にありますし、であと業界団体でも、予算の時期になったり、もしくは税制改正の時期、もうちょっとしてからなんですけどね、うん、去年はもうそれが、選挙が終わってすぐでしたんで、そういう人たちがたくさんお見えになって、なもう本当もう最初の方なんか行き着く、うん、暇もないというか、なるほどです、ね、一体自分がどこで何をやってんだ、もう最初の頃はそういうふうな表現したんですけど、あの洗濯機がぐるぐる回ってて、その中にポーンと放り込まれたような、そんな感じでした。なるほど、もう相手は回ってるけど社会は、そう2ヶ月ぐらいぐる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 回って、ああ俺はなんかこの大きな渦の中に巻き込まれてるなっていう、要は忙しい時間はないんですけど、それは、自分でコントロールをして作っていく時間じゃなくて、なるほど、周りがそういう環境を作っていって、自分はその中にポンと放り込まれるみたい なそんな感じなんですよね。でもそれって本当に自分が望む忙しさではないので、うん、それを修正していって、さっき おっしゃったみたいに、上野さんおっしゃったみたいに、まあ、慣れてくるっていうのは多分そういうことでしょうね、うん、まだそこまではいけてない残念ながら、うん、そうできるように今修正修正で進めているというような状況です。なるほど、とっても分かりやすい例えでした、うん、その時にこう、でもまあ今は回ってる洗濯機の中に入れられたというよりは、まあちょっとずつ、あ、回ってるなとか、うん、ちょっと周りが見えてきてる
そうですね、自分の位置が分かるようになってきてる。そうですね。あ、なるほどですね。そう、結局議員って、うんうん、あの首長さんたちとは違うんですよね、うん、首長さんというのは市長や知事さん、うん、市長や知事さんは政策を自分で考えて、うん、自分で決めて自分で実行して実現することができるんです、うん、平たく言うとね、うんうん、じゃあ議員はどうかって言ったら人じゃできないんですよ、うん、議員は。じゃあどうするかって言ったら仲間と一緒に政策を実現するんです、うん、自分がしたいこと。要は個人選か団体選かの違い、うん、議員は団体選なんです。なるほど。多分これは総理大臣といえども国会も、まあ、自民党っていう団体選なんで、うん、そういう要素は、まあ、もちろんあの総理の権限は、ね、すごいからあの自分で決めて自分実行できるのかもしれませんけど、でもそれでもやっぱり岸田総理は皆さんの意見を聞いてチームプレーというか、うんうん、その団体戦をされようとしてるんじゃないかなというふうにこっちにて感じますし、まあ、それは自分でも議員ってそういうものなのかなというふうに今認識して、うん、それはここに上がるまでは全く考えもしなかったことかな。なるほどですね、よくわかりました。本当にありがとうございます。そんなお忙しい中、インタビューだけじゃなくてですね、本当にこう国会ツアーとか全て、実は私息子もこう連れてきてしまったんですけど、そういったのにもこう心よく対応いただきまして本当にありがとうございます。とんでもございません、とんでもございません。またぜひ鹿児島に来られた時に定期的にやられてることとかあのインタビューさせていただけたらと思います。こちらこそです。あのぜひこれをご覧になっている皆さんも国会見学とかしたいなというものがあれば、あの平日しか空いてないので、うん、申し訳ないんですけどちょっと土日があの国会も閉まっているので、平日であれば、まあ、1週間ぐらい前にご連絡いただけたら、まあ、できるだけ対応はさせていただきます。本当ですか。じゃあ安岡さんにこう頼めばそういった国会ツアーとかそういったのもできると。まあ、もちろんもちろん、まあ、ただあのちょっと事前にどんな方かとか、そうですね、そういうチェックはちょっとね、この時期なのでさせていただくことはあるかもしれませんけど、最近はねえ、うん、まあ、でも基本的にはあのぜひ多くの方に、まあ、あの私が議員だということで少しでも興味を持っていただいて、まあ、政治にもあの、まあ、関心を持って一票投じていただける、うん、そんな機会になってもらえればいいかなと思っているので、ぜひ、うん、はい、お気軽にお問い合わせください。やっぱりでも先ほどあったようにこの時期っていうのがやっぱりこう応援者の身元みたいなのっていうのもすごくあれですか、チェックしていかないといけないなっていうようなこう議員としてのあれが出てきたところですか。その通達とか、本当はね、これが、まあ、通達は全くないです。ただより萎縮してしまうような方向にはなりますよね、うんうん、この流れの中で、うんうん、まあ、それがいい部分もあり、まあ、もうちょっとおおらかであってもいい部分もあるのかなと思うところがあるけど、うん、でも一律にしようと思ったらなかなか、うんうん、どうしても縮こまっていく方向にならざるを得ないし、まあ、そこは、うん、どうしたらいいのか、まあ、一緒に政治家もそうですし有権者の皆さんもそうですし、まあ、考えていく、うん、コミュニケーションの中で考えていくところなのかなとは思います。そうですね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、本日のゲストは衆議院議員安岡弘毅さんでした。ありがとうございました。